入党税によって整備されている湯畑入党税とは、公選浴場が所在する市町村が公選浴場における入党に対し、入党客に課す目的税たる地方税である。小さな市町村にとっては貴重な自主財源であり、目的税でありながら一般財源的に運用されがちである。日本国の定める標準税率は1人一1立あたり150円で、 ほとんどの市町村が乗っ取っているが、同時に、ほとんどの市町村が、減免措置も定めている。逆に、観光振興の自主財源として、超過課税を行う、市町村も存在する。環境衛生施設、公宣言の保護管理施設及び消防施設その他、消防活動に必要な施設の整備並びに、観光の振興及び観光施設の整備に要する。 費用に充てることを目的として入当客に課す税金である。1957年から目的税とされている。他の課税対象に乏しい地域のために設定された税目という歴史的経緯があり、市町村税の総額に占める割合は0.1%に、過ぎないが小さな市町村にとっては貴重な自主財源となっており、人口減少が進み住民税や法人税の 課税対象者も減少する中で、インバウンド需要など外来者数が増えれば、税収の伸びも期待できることから、市町存在性に与える影響力は大きくなっている。地方税法において、701条から701条の29で定めている。標準税率は1人1日あたり150円である。慣例的に1泊2日は、1日とみなして課税する。通常、日本における、 納税義務者の納税額を計算する際、100円未満を切り捨てとする措置が取られるが、入当税は100円未満であってもその波数を切り捨てない。納税者は入当客であるが、浴場の経営者その他徴収の便宜を有する者が市町村の条例に定めるところにより、特別徴収義務者に指定され、これが入当客から税額を徴収する。 入浴料金に入湯税を含めて徴収する場合が多いが宿泊料金には入湯税が含まれる場合と含まれない場合がある。宿泊施設によっては宿泊料金を消費税込みで表示している場合や電子決済の場合でも入湯税は別途現地での支払いを求めることがある。入湯税が宿泊料金に含まれる場合、次のような取り扱いになる。 税込みで発券する旅行クーポンに他の税目と合わせて入当税を含むことができる。交通トラベルの適用時に入当税も割引対象に含まれる。事業の経費とする場合、請求書、領収書等に入当税額が明記されていれば、入当税分の消費税は非課税仕入れ、明記されていなければ宿泊料金の総額が課税仕入れとなる。 特別徴収義務者は、前月分を翌月の15日、または月末日までに納入申告書を添えて納税する。申告の基礎として、帳簿の基調が義務付けられ、1年間の保存を求められる。帳簿には1日の入湯客数、入浴料金、入湯税額を基調する。これらの規定は、各市町村が条例で定めるので、市町村によっては異なる場合がある。 前述の通り納税者は入湯客であり、公選浴場の経営者は特別徴収義務者に過ぎないが、一般的に間接税に分類されている。課税客体は公選浴場における入湯行為である。この定義には諸問題を含んでいるが、特別徴収義務者の数が限定できるので、課税庁と特別徴収義務者の間で密な。 コミュニケーションが保たれ、訴訟にまで発展する例は少ない。地方税法に、公選浴場の定義はなく、判例で、温泉法上の温泉を基準とすべきとされている。公選分析方針に規定する公選の基準は、温泉法上の温泉の定義とは、厳密には異なるため、温泉ではあるが公選ではない造成温泉、公選ではあるが温泉ではない霊公選などが、発生する。 また浴場についても、足湯や岩盤浴などを含むのか、個室に設置された浴槽は、浴場とみなせるのか、といった法的な問題がある。実務上は、社会通年上、公船浴場と認識されるものに対して課税している。人工温泉は、温泉法上の温泉ではないので、入湯税の徴収対象にはならないはずである。しかし、公船浴場が、社会通年上、 公選浴場と認識されるものであることから、人工温泉でも公選浴場と認定されていれば、入党税を徴収される。入党税は、入党という行為に対して課税する、行為税であるという解釈があり、施設の種別や宿泊の有無にかかわらず、入党者の入党行為はすべて課税されるのが、本則である。しかし、入党税の課税根拠は、入党行為に付随する。 飲食、宿泊、遊興といった、社市的支出にある。そのため、社市的支出に当たらない、共同浴場、一般公衆浴場の利用や、療養目的の当時に対する減免措置が設けられる。また支出を伴わない無料の入浴施設の利用者は、入湯税の徴収対象に含まれないが、行為税とみなすのであれば、本来は、入湯税を徴収しなければならない。 と考えることもできる。入頭行為を文字通り解釈すれば、浴槽に入る行為のことであるが、浴場に入っても浴槽に入らない人や、抗洗水の入っていない浴槽にのみ入る人が存在するため、実際に、個々人が入頭行為をしたかどうかを把握することは困難である。そこで、富山県都並市は、実際には入刀しなかったとしても、 公選浴場を持つ宿泊施設を利用した場合、入党行為がないことを立証しない限りは、入党税を支払わなければならないとしている。一方、入党していない日の分も、入党税を請求されたという相談に対し、弁護士の奥村徹は、入党していない日については負担しないと思いますと、弁護士 .com で見解を述べている。この件に関連して、 施設の入場者全員を入党者とみなし、全員分の入党税を納税することを求めた行政に対し、温浴施設を含む複合娯楽施設の経営者が異議を申し立てた裁判では、施設側が正確な入党者数を把握していない場合、証拠に基づいて入党者数の近似値について合理的な推計をすべきと、大阪高等裁判所が判決を出した。この判例では、 高泉水の入っていない浴槽に飲み入る人は入湯行為に該当しないと結論付けている。入湯税の期限は1879年制定の地方税規則にある雑種税に求められる。雑種税とは、府県が徴収することのできる税の一つで、営業税の課税対象とならない零細な営業に課する税とされ、その課税対象の一つに湯屋が含まれていた。ただし湯屋は、 現代の銭湯に相当するものであり、雑種税は温泉に課税するものではなかった。温泉への雑種税の適用が認められるのは1927年のことであるが、1940年の地方税法により、府県営業税と雑種税の規定は廃止された。以後は、法の制定前から入党税、または公選税を課していた市町村では、 継続して徴収することができる税となった。1947年の地方税法により、道府県が公選浴場の入当客に課す税として、入当税が定められ、市町村はこれに付加税を課すことができるという規定が設けられた。この時点では、目的税であったが、1950年9月13日の現行地方税法制定により、入当税は、 市町村が数法定普通税に変更された。1957年4月1日の地方税法改正により、環境衛生施設その他観光施設の整備に要する、費用に充てるための目的税に変更され、1971年に、消防施設の充実、1977年に、高宣言の保護管理施設、1990年4月1日に、観光の振興が、 課税目的に追加された。目的税化した背景に、温泉地の施設整備費を地方交付税交付金に参入できないことがある。2004年の温泉偽装問題では、一部の公線を利用していない、浴場で入湯税を徴収していることが明らかになる。他方、一部の自治体において、特定の温浴施設の入湯税が不正に減免されていた事例がある。 標準税率はあくまでも標準であるので、各市町村が独自の判断で変更することができる。2018年度現在の各市町村の入当税の税率採用状況は、下記の通り、最低は20円、最高は250円である。入当税を課す992市町村のうち、91.3%が標準税率の150円に集中している。 以上の税率は標準とする税率であり、ほとんどの市町村では減免措置を定めている。例えば、スーパー銭湯などの日帰り入浴施設を利用した場合は100円とする長期滞在の当事客や、修学旅行生、12歳未満、共同浴場、一般公衆浴場利用者は非課税とするなどの措置がある。当事客や共同浴場、 一般公衆浴場利用者に対する非課税措置は日本政府のイメ通達が出されている。群馬県草津町や大分県由布市のように宿泊料金によって税率を変える市町村もある。なお、入党税を課すべき施設が市町村内に一つしかないなどの理由で入党税に関する条例を制定していない市町村は少なくない。地方税法では他の目的税が 課することができるという文言であるのに対し、入党税は課するものとすると規定しており、公選浴場がある市町村はいかなる理由があろうとも、入党税に関する条例を制定し、課税規定を定めなければならないという法解釈が成り立つ。条例がないにもかかわらず、要項等に基づき役所の裁量で入党税を徴収している例もある。法学者の藤中敏弘は、 総論的には、地方税法の元条例に規定がないものは、長年の行政慣例があったとしても排除されるべきであり、要項等を根拠とした、課税実務も認められないと返すべきである。と述べている。長島温泉ホテル下水木標準税率を超える税額を設定することを、超過課税という。2012年度時点で、超過課税を行っていたのは、 三重県桑名市と岡山県三坂市の2市のみであったが、2015年度から北海道釧路市が超過課税を開始した。桑名市と三坂市は市町村の合併の特例に関する法律に基づいて、旧調の規定を引き継いだもの。釧路市は地方税法の不均一課税の規定を適用したものであり、法的根拠に違いがある。その後大阪府野市と大分県別府市も、 税率を改定したため、2018年度現在はも、市が超過課税を実施している。主に市町村外の客から徴収するという入党税の性格上、行政にとっては徴収しやすい税目であり、入党税を観光地税として捉え、超過課税を検討する市町村は他にもある。一方、地元住民の利用が主体のスーパー銭湯や、 価格転嫁の難しい小規模旅館からは反発を受ける可能性がある。1963年に湧き出した長島温泉では、1964年に長島観光開発が日帰り入浴施設を開業し、当時の長島町が20円の入湯税を課すようになった。その後、宿泊施設が開業し、日帰り入浴、量、雇用所、 ホテルの3段階の税率が設定され、このうちホテルのみ、超過課税を実施した。2004年に、長島町が、旧、桑名市や田戸町と合併し、新、桑名市が発足すると、合併から5年間は、旧市町の税率を維持し、5年後からは、旧長島町の税率に統一することとなった。なお、桑名市で、超過課税の対象となっているホテルは、 2015年時点で4件のみである。他の市町村の事例にあるような入党税の使途に関する特別な施策は取っていない。湯の郷温泉では入党税150円と入党料50円を徴収していたが入党料の使途が不明確であることが問題となったため、旧美正課町時代に入党税へ一本化し税率を200円とした。 三鷹町は2005年に四町一村と合併し、三鷹市となり、入頭税の税率は旧三鷹町に統一された。三鷹市では徴収した入頭税の半額を観光振興助成事業として、湯の号温泉旅館組合、または入頭税を納税する宿泊施設の所属する地区の観光協会へ還元しており、還元を受けた旅館組合、 観光協会は自由に使うことができる。別府市では2019年4月より入湯税が宿泊費や飲食費と連動する形に変更したところ、前年度から1億4437万円の増収となった。釧路市の事例赤ん湖温泉釧路市の赤ん湖温泉は2002年の169.5万人をピークとして、 観光入り込み客数が減少し、2013年度には96.7万人とピーク時からおよそ4割減少した。そこで同年、阿寒湖温泉旅館組合は、臨時総会で入党税引上げを決議し、同組合の事務局を務める阿寒、観光協会まちづくり推進機構は、独自財源研究会を設立して、公益財団法人日本交通公社観光政策、 研究部と共同で入湯税に関するアンケート調査を阿寒湖温泉来訪者に対して実施した。その結果、来訪者が金銭面で協力することについて、使徒が明確になっていれば、積極的に協力したい。これからは、地元だけではなく、来訪客も積極的に協力したいという、前向きな回答が寄せられ、入湯税の追加負担額として15、151から200円。 101から150円が多く上げられた。この調査結果を踏まえ、阿寒高温泉は、釧路市に対し超過課税を予防し、市は2015年度からの10年間の期限付きで、入湯税を250円とすることを議決した。先のアンケートで、市とが明確になっていればという回答が過半数を超えたことを踏まえ、上野せ徴は、釧路市臨時基金として積み立て、 死と観光振興に限定し、首都地域団体との間で事業をすり合わせた上で、補助金として拠出することになった。入湯税の超過課税による宿泊者数の減少も懸念されたが、超過課税実施前の2014年度と実施後の2016年度を比較すると、宿泊者数は129万人から145万人、入湯税収入は1800万円から15700万円に、 増加した。釧路市の例では、入党税を引き上げても宿泊者数は増加したが、標準税率より低い100円に設定していた、新潟県十日町市が、標準税率と同じ150円に引き上げたところ、宿泊者数は、引き上げ前に比べて4万5 0人減少し、入党税収入は1.69倍増加した。那須塩原市の事例塩原元湯温泉と木県。 那須塩原市では、渡辺道太郎市長が、観光関係者約600人に、毎月 PCR 検査を実施し、新型コロナウイルス感染症対策をアピールすることを提案し、入湯税を200円引き上げて、検査費用の一部に充当することを表明した。売り上げが、コロナ禍前の95%減となった、板室温泉では、賛同型数を占めたが、 塩原温泉では反対多数となった。その後、市側と事業者の間で話し合いが持たれ、入党税の一律200円引上げを見送り、宿泊料金に応じて3段階の引上げ額を設定することを市議会が可決した。2020年12月1日に入党税の引上げが実施された。入党税引上げの議決後、反対派の多かった。 塩原温泉旅館共同組合も市に協力することで合意した。しかし、2020年10月から始まった毎月、PCR 検査の受験者は、11月30日までに、延べ63人と目標の10分の1ほどに、とどまった。これを受け、市は、旅館、ホテルの従業員が、PCR 検査を受ける、際の自己負担額3000円を無料化し、 医療機関へ赴くことなく受験できるよう、検体の郵送提出や市による回収を開始した。入党税の税率は市町村によって異なるが、入党税を徴収する市町村の9割が標準税率を採用することから、入党税収入の高は人気の温泉地を測る指標の一つとなり得る。以下は2019年度決算に基づく入党税収入額の多い上位10市町村である。 入党税は989市町村が課税しているが上位10市町村で日本全体の入党税収入の16.4%を占める。以下は2018年度決算に基づく入党税収入額の多い上位10市町村である。同年度は992市町村が 入党税を課しているが、上位10市町村で日本全体の入党税収入の15.8%を占める。都道府県別に集計すると、2016年度の入党税収入が最も多いのは北海道で以下静岡県、長野県、神奈川県、群馬県と続き、最も少ないのは奈良県である。 同年度の地方税収入に占める入党税の比率が最も高いのは山梨県で0.3%を超え、以下秋田県、長野県、山形県、大分県と続き、最も低いのは埼玉県である。1986年に箱根町と熱海市の入党税収入額の順位が入れ替わった。箱根湯本温泉地方税法で規定された。 入党税の課税目的は次の4つである。環境衛生施設の整備公宣言の保護、管理施設の整備消防施設その他消防活動に、必要な施設の整備観光の振興実際の市とは、市町村によって異なる。例えば、岐阜県下路市では、入党税収入1.5億円のうち5000万円を基金に、残る1億円を観光振興予算に充当する。 神奈川県箱根町では、環境衛生施設整備費に4億1171万円、観光振興費に1億7246万円、観光施設整備費に8451万円、消防関連費に1 6 0 3万円を、群馬県草津町では、湯畑、西の河原の周辺整備費に1億100万円、観光協会運営費等に3500万円、 イベント、宣伝間経費に1300万円をそれぞれ支出している。熱海市では51%を観光振興に、札幌市では68%を観光振興に、残りを消防施設等に当て、環境衛生施設には使用していない。ほとんどの市町村では、入党税を一般財源に繰り入れ、観光費の一部に充当しているようであるが、詳細を公開していないため、 多くの市町村では、首都が不明である。一方で時代の変化により、温泉地特有の環境も変化しており、一般財源化している現状を正すのは、大きな障害が見込まれる、という行政側からの指摘がある。入党税が設定された頃は、インフラ整備が遅れていたため課税目的と首都は、一致していたが、平成時代以降は、ある程度インフラが整ったため、 首都に関する議論が高まっている。また、市町村合併により、従来は温泉地の観光のために使われていた入島税が温泉地に直接恩恵をもたらさない地域の観光振興に使われる例もあり、入島税の特別徴収義務者である温泉地の宿泊施設から不満が出ている。公平性の観点から地域の観光振興の財源が 入党税で良いのかという指摘もある。温泉町づくり研究会は、温泉地の町づくりを議論するために入党税の収入と支出を情報公開すべきとの提言を2011年5月に言っている。三重県戸橋は、温泉宿があるにもかかわらず、温泉開発が民間主導であり、市が源泉を持っていないことや、運びへの旅館も多いことなどを理由として、 入党税を徴収していなかった。戸橋は民間と協議を重ね、首都比率について合意形成ができたことから2007年4月より入党税の徴収を開始した。2006年度までは入党税収入が例だったが2019年度の収入は1億7362万7000円と日本全国で第17位に位置する。飛ばは 戸橋公宣言源保護管理整備補助金交付規定を制定し、市等、観光振興に5割、公宣源保護に3割、消防施設等と環境衛生施設に1割ずつと定めた。このうち公宣源保護の分は、戸橋を温泉振興会へ補助金として交付し、残る7割は、戸橋観光振興基金として積み立て、適宜、観光振興事業に使うという仕組みを導入した。 首都は観光基本計画やアクションプログラムに明記されたものに限定し、基金は財政化が管理することになった。基金化したことで単年度主義、予算主義に陥らずに済むという利点がある。例えば、東日本大震災が発生した際に、基金を利用してすぐに観光キャンペーンを打つことができた。また、基金の創設により、観光行政を担当する。 職員数や観光関連の予算が増加した。主観光課では、基金の使い勝手が良いだけに、結果、成果をきちんと示す必要があると考えている。ありがとうございます。